コンピンでの散策を終えて、バスでムイ、オまで降りてきました。それでムイ、オから高速船で中間まで戻ります。ちなみに地図の黒線が船の航路になります。ファーストフェッリー、この船に乗ります。英語名と、漢字が全然結びつかないのが香港流ですね。はい、すでに出港して海峡に飛ばしてます。さすが、高速船ですがこれで約40分くらいかかります。ディスカバリー湾より少し外海に面してるので、波も荒く水しぶきが窓にかかって、景色が見えにくいですね。はい、中間島の6号突堤に着岸しました。この後すぐ隣の7号突堤からスターフェリーに乗り換えてチムサーチョイまで行きます。まだまだ今日の旅は終わってません。本当に、長い、一日となってます。はい、毎度おなじみのスターフェリー派省略して、今チムサーチョイの埠頭に上陸した後です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いしますね。励みになります。香港観光局のキャンペーンのようだが、ここでパスポートとか見せると何か記念品をもらえたのかな？うっかり見落としてしまった。自分の格安航空券もその一環だったと思う。このバスでシャムスイポーのホステルまで帰ります。いやーもうクタクタです。